紀州鉄道株式会社は、不動産業、ホテル業、鉄道事業を営む日本の企業である。鶴屋産業の系列企業で、本社は東京都中央区にある。鉄道路線として、和歌山県五房市で、紀州鉄道線を運営している。紀州鉄道線を建設したのは、五房臨港鉄道で、国鉄規制再線から離れた五房市街地との、 連絡を目的に1928年に設立され、鉄道を1931年に開業した。当初から経営は厳しく、戦後も風水害などの被災やモータリゼーションの進展によって、1960年代には廃止の危機に追い込まれていた。1972年には、バンダイ急行電鉄の旧経営人が設立した、東京のバンダイ電鉄不動産が、 鉄道会社の不動産部門という信用を得るため、また、鉄道会社というネームバリュー獲得のため、五房林港行鉄道を約1億円で買収した。翌年1月、五房林港行鉄道は、奇襲鉄道と社名を変更した。この際、新会社を設立した上で、事業上とした形を取ったため、厳密に言えば両者は、法人格を意味する。なお、奇襲鉄道では、 1928年設立の五芒林港鉄道が自社の起源であるとしている。その後、1979年には不動産、リゾート開発を営む鶴屋産業の参加に入り、現在に至るまでリゾート開発を軸とする不動産業を主力部門としており、鉄道事業収益の割合は微小かつ慢性的な赤字で実態は不動産会社となっている。しかし、 不動産業などを営む際に、鉄道会社ということが信頼につながるという利点があり、また社名と鉄道への愛情をもたらすことから、赤字に関わらず営業を続けている。那須高原、北、軽井沢、房総白浜、熱海、箱根、伊豆一滴湖、名古屋市、大阪市など、日本各地にホテルを展開しており、関連会社の既鉄ホテルが運営している。また、群馬県において、 つまごい村との共同出資で、第三セクター会社のパルコールつまごいを設立し、パルコールつまごいゴルフコースやスキー場、パルコールつまごいスキーリゾートを運営していたが、同社は2014年3月に民事再生法の適用を申請し、2014年4月からは、奇襲鉄道グループから離脱して、ブリーズベイホテル参加となっている。その他、 長野県の軽井沢と塩オ高原で別荘の分譲、管理事業や関連会社の奇襲鉄道不動産による会員制リゾート事業、帰鉄航空サービスによる旅行会社事業を行っている。保有する鉄道路線は和歌山県小坊市内にある奇襲鉄道線 2.7km のみである。1989年4月1日に、 末端区間の西御貿駅日高川駅の 0.7km が廃止され、全列車のワンマン化が実施されている。2010年の営業係数は367.8であり、現存する日本国内の鉄道では最も悪い数値であるものの、現状では廃止の話はない。また、学問駅入場券など記念ギップ、記念グッズの販売も行っている。かつては、 日本一のミニ鉄道を称していたが、2002年10月に日本一保有する路線が短い鉄道事業者の座を千葉県の柴山鉄道に明け渡した。ただし、柴山鉄道線は延伸の計画がある。現在のところ、柴山鉄道線には起点と終点を除いて中間駅が存在せず、また全列車が京成電鉄との相互直通運転を、 行っているなどの背景があるため、定義によっては、奇襲鉄道線がなお、日本一短いということもできる。五房市の公式サイト内では、日本一短いローカル施鉄と紹介されている。運輸政策研究機構の資料によると、2012年度の輸送密度は1日242人で、朝海岸鉄道の1日88人に次いで、2番目に少ない数値になっている。 詳細は、奇襲鉄道線車両を参照2017年4月時点で、機動車3両が在籍する。2003年7月まで、西五貿駅で使われていた回転式乗車券箱が、埼玉県埼玉市の鉄道博物館の収蔵資料となっている。ありがとうございます。